それじゃ行ってくるよ、ハニーたち。よく寝てたな、ビシャス。ここは知らねえよ、お前が勝手に落ちたんだろ。まあさっきから魔物が山ほど襲ってくるし、安全な場所じゃねえことは確かだな。餌としてお前を差し出してもよかったんだけど、魔物が腹壊すとかわいそうだからやめてやった。助けてくれたってことですね、ありがとうございます。礼言ってる余裕あるならさっさと起きろ。ここなんかくせえし、地上に向かおうぜ。ビシャスには本当に感謝してます。さっきの騎士団も俺一人じゃどうにもならなかった。でもどうして助けてくれるんですか？行きたいってお前が思ったからだ。それだけ？自分だろ。変ですよね、行きたいなんて思うの。俺父さんを殺したんです、この手で突き刺して。俺は許されない罪を犯した。本当は殺されても当然なはずけど、それでも思っちゃったんです、まだ死にたくない、生きていたいって。わけわからないですよね、この世界には。もう俺の居場所なんてないし、生きている理由もないのに。バカじゃねえの？生きるのにいちいち理由なんているかよ。お前が生きたいならそれが全てだ。さっさと行くぞ、こんなとこにずっといたらキノコになっちまう。なりませんよ、人間は菌類には。なった方が面白いだろ。そうですね、自分がなるのは嫌だけど。いったショータイム。癒しの力よ、バーストエイド。
の炎の中参る。登れ。この後も引き続きお楽しみを。限界を超える剣を吠えろ。雷神双鏡だ。言えばよ、お前さっき寝言でずっと名前呼んでたぜ。ミゼラー、ミゼラーって。え、俺そんなこと言ってたんですか？女の名前だよな。彼女か？違います。確かに昔からずっと一緒だし仲はいいけど、あとすごく可愛いけど優しいけど、彼女なんかでは。ああ、へいへい。もう大体わかったわ。ああ、じめじめする。やる気でね。ちょっと待ってください。そこにいるのってでかい魔物だな。他のやつとは一味違いそうだ。間違いない。あいつは森でミラたちと一緒に戦った魔物だ。知り合いか？もしかしてお前のペット？あいつは危険です。気づかれないようにそーっと進みましょう。分かったよ。でも間違えて大声で歌いながら踊っちゃったらごめんな。ほんとシャレにならないんでやめてください。
俺についてこい。手間をかけさせない。電磁ショック。人電撃。明日だね。切り開いてみせる。いつでもいける。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。限界を超える。剣を吠えろ。雷神双鏡が。ここまで来ればもう大丈夫ですね。さっきの魔物に気づかれなくてよかった。クレス先生、あの魔物を探してるって言ってたな。今度ここに巣があることを教えてあげなくちゃ。誰だよクレスって。俺の剣術の先生です。強くて優しくてとても立派な人なんですよ。へえ、つまんなそうなやつだな。今の説明でどうしてそんな感想になったんですか。今日の稽古はここまで。よく頑張ったね、カナタ。はい、ありがとうございました。さてっと、どこか行くんですかクレス先生。ああ、今日は森に入ろうと思う。もしかしてまたいつも行ってる魔物を探しに。ああ、あいつは何としても僕が倒さなきゃならない相手だからね。前から聞こうと思ってたんですけど、クレス先生はどうしてそこまでその魔物にこだわるんですか。誓いだからかな。この剣術道場はね、もともとは僕のものではなかったんだ。僕は武者修行のために世界中を旅していて、この村にたどり着いたのは偶然だった。村に着いた時、よそ者の僕にとても親切にしてくれたのがこの道場のもともとの持ち主、ミバル師範だったんだ。でも確かミバル師範は亡くなってしまったんですよね。まさかそれって。うん、殺されてしまったんだ。突如森に出没するようになった森の主にね。いくら森の奥にいるとはいえ、凶暴な魔物がいたら村の人たちだって安心して暮らせない。だから僕は自分に誓ったんだ。必ずこの手で森の主を倒してみせると。それが僕に親切にしてくれたあの人へのせめてもの恩返しになるはずだから。そうだったんですね。だから森の主を倒すまでは村にいるつもりだよ。剣術道場も住まわせてもらっている家賃代わりみたいなものかな。じゃあ森の主を倒したらいなくなっちゃうんですかクレス先生。そのつもりだよ。もっと広い世界を見てみたいし、自分の剣の腕も磨きたいしね。クレス先生なら世界中どこに行っても通用しますよ。俺が保証してあげます。ああ、ありがとう。でもそうと分かったら俺ももっと早く強くならなきゃ。クレス先生が村からいなくなっちゃう前にちゃんと勝ちたいし。いい心がけだけど、まだまだ僕だって負けるつもりはないぞ。じゃあ競争ですね。俺が強くなるのが早いか、クレス先生が森の主を倒すのが早いか。ああ、競争だ。
絶対勝ってやる。そんなに気合が入ってるなら明日の稽古はいつもの3倍厳しくいこうかな。3倍はきつすぎでしょう。抜けた。あばよ、ジメジメ。ここはダーチア村のすぐ近くだ。こんなとこに繋がってたなんて。つか腹減った。何か食えるもんねえの。それなら事情を話して少し休ませてもらいましょう。この村には知り合いがいっぱいいるんです。そりゃありがたい。おもてなし楽しみにしとくぜ。